この中から探すんだか。はあ。お？みんな。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとパパとママでーす。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。家族みんなで楽しく見てねー。はい、今日はですね、はい、おーちゃんちょっとね、ハウスダストとかそっち系のアレルギーっぽいね。はい、今日はですね、久しぶりにちょっと川に来ております。はい、あれは多分2年前かな。いやー、2年かな、3年くらい前じゃないかな。なんかあの河原で金属探知機で宝物見つけようみたいな企画をやったと思うんですけど、久しぶりになくなってた金属探知機見つけたんで、またやりたいなと思います。そうだね、はい、私に頼んだらね、パパとママがいい。きっとね、今回こそ何人か宝物を見つけるかも。その予感がする。電池入れ替えたからめっちゃ感度ビンビンだから。これね、私が見つけたかける石だから。ママよりもすごいやつ見つけたよ。とにかくとにかく今回は宝物を見つかるか、もしくすごい綺麗な石見つかるか。綺麗石、珍しい石。あの前ね、あの石取ってね、あのソーセージの石って前言ったことあるよね。あんまり覚えてないよ。な、早速見つけようか。よし、イエーイ。ひまわりオリジナルグッズ売ってよ。オリジナルソングもダウンロードしてね。誰がこれ使う？はい、はい、うん、よし、スイッチ入れましたね。はい、じゃあ一回テストします。はい、おーちゃんが掘ってるおーちゃんのシャベルね、が金属だと思うので、じゃあ行きますね。はい、お、当てる。震えるしかも。見て、これ見つけた。何これ。電池変えたからね、感度上がったよ。ピンピンだよ。違います。はい、違います。新しい石だわ。もしかしてこの石頃の中に隕石いるかもしれない。ゴツゴツのやつね。え、金属探知機で隕石見つかんの？面白い。そうなの？じゃあ隕石探そう、まーちゃん。はい、頑張ろう。頑張って。隕石っぽい？大体そんな感じだね。よし、まーちゃん、やってみて。隕石はね、ゴツゴツしてんだよ。違う。違う？それはさすがに違うわな。ママ、これ試してみる。めっちゃちっちゃいんですけど。じゃあ、やってください。違います。これさ、隕石っぽくね？ちょっとっぽくないよ。ぽくない？ぽくない。ちょっと、まーちゃんこれ、ピーしてみて。隕石ってさ、違う。あ、違う。隕石ってさ、真っ黒い。隕石ってこと、もっと溶けたような感じがするんだよ。なるほど。凍った。気をつけて。すごいゴツゴツしてるからね。ママも探してみよう。お、なんかさ、キラキラしてるのが入ってる石見つけたよ。本当？うん、キラキラしてる。どう？違います。違う、残念。違かった。これ、いびつな形。本当だ。こっちも一回試してみるか。うん、なんか溶けてそう、ここ。はい、違います。違いました。キラキラの丸い石だよ。キラキラわかる？え、マジでこれ、キラキラしてるよ、これ。あ、なんか入ってる。もう一回やってみ。ママが言ってたよ。ピーピーピー。ママの仕業でした。え、でもこれ、あ、何これ。ちょっとつけっと。お気に入りの石見つける感じ。わー、模様入ってる。あ、本当だ。本当だ、模様入ってるね。化石じゃないよ。だいたい化石っぽいって言わないでしょ。そっか。ママ、ママ。はい。これレンガです。丸。レンガ好きよ。好きよ。かけるんじゃない、なんか。かけるね。変えてみようか。ここレンガだからね。お、かける。意外と太い。お、かける石だ。クレヨンみたい。パパね、パパちっちゃい頃ね、こういうレンガとかさ、見つかると、ね、石の子でこれ擦って粉いっぱい出るじゃん。粉薬作るって言って、ママここやお母さんとやってたよ。私と一緒なんだけど。私はあの水をかけて練って、なんか練り薬。あるあるある。ほら、あそこにでっかいかける石あるよ。ほら、あの白いやつ。おーちゃん、これでっかいかける石だよ。おー、すげえでかい。確かにかけるわ。そうでしょ。あ、これこれめっちゃ怪しくない？怪しい、怪しい。重たいよ、これ。これ、鉄っぽくない？これは陰性でしょ。ちょっ
って怪しくない？これ普通石じゃないよ。違うか。でもなんか一番濃かったね。うん、本当だ。ちょっとこれやっぱり中身気になるからさ、割ってみるよ。うん、これ割れないと思うんですけど。うわ、うわ、危ない、気をつけて。やだ、あー、割れた。あ、綺麗。あ、すごい。あ、もしかしてあの、石器作ってる人？そうです、私は原石人です。やおこれ切れる、やばいこれ。あ、切れるかも。これ今石器作ったのと一緒だこれ。ね。でもなんかこれはそういう風に使えそうな石だね。ね。なんだろう、すごい。なんか履いてそうね。普通の石じゃないよね。普通の石な感じしない、うん。家に飾りたい。飾るとなんか高そうな石に見えるよ。見える見える。よし、スタート。途中になってたけどさ、あのさっきのあのでっかいかける石ちょっと試してみようよ。え、おーちゃん大丈夫？かけるかなこれ。絶対かける石だと思うんだよね。うわ、かけた。めっちゃ筋肉つくやん。もう大変だねこれ。パパの筋肉トレになるから。うん、じゃあパパ、はい、パパこれからこれで字書いてください。これであの 3.14 書くはず。3.14 これすごいパンパンなるよこれ。筋トレ石。レンガ割った。あ、本当だ、割れた。すごい真っ二つ。すんごいさ、うん、なんかゴツゴツしてる。本当だね、割れたから割ってみても面白いね。うん、なんか中が綺麗だったりするかもしれないからね。ね、中からなんか出てくるかもしれないしね。おぉ、まあまあ。はい。やばい。あ、血出た。さっきの石に切られた。私？割った石じゃない？危ない。危ないね。なんか切れるよ、これ。ダメだ。子供を真似しちゃダメよ。あ、危ない危ない。危ない危ない。おーちゃんは歯みたいな石見つけたのね。歯みたいな石見つけたの？トリケラトプスの歯みたいな見つけた。本当？でかー。確かに歯みたいなね、尖ってるね。食べちゃうぞ、ガマーン。あ、ちょっと綺麗かも。ちょっとキラキラしてるよね。何の石か分かったらもっと楽しいのにな。よし、じゃあパパはこの金属探知機で隕石っぽい石を探してみます。そこにある石は怪しい。これこれ。あ、外れ。違うか。隕石ここに何かな？ダメだ。無理だ。なんか隕石って穴開いてない。だからこういうのとかどう？まあ、そう、珍しいね。穴開いてるね。珍しいこれ。うん。気になってくれ。気になってくれ。あ？だけど、ここから色違う。ただの石や。この中から探すのか。待ってくれよ。お？お？みんな、みんな、なってる。この石ね。うん。ああ、待ってる。ほら、まちゃん、おちゃん。これ金属？あら？それか。あれ？じゃあこれ手出してみて、これ。うわ。こいつだ。こいつだ。めっちゃ金属じゃん。こいつが犯人か。宝物だこれ。なんか変なこと思ったじゃん。ねえ。お、何見つけた？え、これかけるし。これ絶対めちゃめちゃかけると思うね。このちっちゃいやつ。ね。ね、あっちゃんとおちゃんにあげようと思って。真っ白。これすごいかけると思う。うわ、チョークじゃん。おー、すごいかける。すごい。石の大きい方はどうかな。あとほら見てこれ、水切りにいい石見つけてきたよ。あと、ね、でやろう。はい。あ、おーちゃんがでかいウーマン見つけたね。早く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 。おばあちゃん、おばあちゃん大丈夫ですか、ここに。うわー、何これ。これね、つえつえ。お前同じことやんのかよ、おばあちゃん。まあばあちゃん、ボケてるかい。水切りやろうよ。水切りね、パパ上手。じゃあパパお願いしますね。パパさっきね、見つけたこれ石。うん、昔ね、水切りの達人だから、うん、昔ね。いっせーの。2回。まさかの1人ずつね。やったい、やったい。
ドボーン。ドボーン。高いね。3個ね。はい。頑張って。3個いっぺん。新しいジャンルだね。いきます。はい、順番こでね。すごくない？見た、あのちっちゃい画面で。どうも。何回行った？7回くらい行った？これもうスロー再生じゃないの、数えられません。すごい。じゃあみんなそれぞれ帰らないし見つけてきましたよ。はい、はい、じゃあエントリーナンバー1、まーちゃん。え、私？まーちゃん。よし、最低2回はポンポンってなるようにね、頑張れ。あと、うん、もっとこう、大きく。2回いったんじゃない今。鳥？よし、行きます。はい、これめっちゃ行くと思うよ。どれどれ。あ、いいし、してね。なんだ、いいでしょ。すごい。何回行ったの、分かんない。また分かんないでしょ、これ絶対力強さ関係あるから。ねえ、もう水切りの大会でな、あるよね。いやいや、音すごい人たちいるから。エントリーナンバー3、おーちゃん。はい、おーちゃんお願いします。なるべく水平にね。お、変化球。パパ持ち方教えてあげて。お、頑張れ。頑張って。もっと思いっきりブンって横に横に。ママに当たった。ママに当たった。よし、100ポイント。じゃあお父さんに当たったら1000ポイントかな。おお、どこ行ったの。マーちゃんの方に行った。危ねえ。危ないな。練習練習。おお。そこか。頑張った頑張った。幼稚園の中で一番投げてるじゃない。最後はママね。行きます。はい、楽しみにしてます。二つやん。トーン、トントンって言った。トーン、トントン。トントンじゃない。トーン、トントンって言った。はい。最後。今はトーン、トン、ごちゃ。トーン、トン、ごちゃ。すごい、女性部門1位。ねえ。ラストパパ、私が見つけてきた。ちょっとパパに投げてもらいたい。でかくて丸いやつ。はい。はい、もうこれはもう円盤投げしかないね。これね、パパしか投げられない。あ、そういう風に行くの。あ、そういう風に回っていくの。トントントンってやってみたんですよ。円盤投げするよ。はい、トーンボチャーン。やっぱり慣れないフォームダメだね。よし、まーちゃん、おーちゃんもパパもママも結構頑張ってね。はい、あの珍しい石とかキュートっぽい石とか。よし、じゃあここで ね、探してきましたから見ましょう。ザバーいきますよ。はい、どうだこれ。どうでしょうね、収穫したもの。誰これ。これかける石。あ、かける石。かける石。あ、じゃあかけ、これもかけるね。そうかける。私ね、最後にね、ピンクっぽい石ね、2つ入れたんだよ。うん、これパパ見つけたんだけど。はい、うわ、何それ。結構綺麗な石だね。綺麗だね。石の中からね、オレンジ色出てたね。これね、汚れじゃないんですか。サビ。わかんないけど、洗ったら落ちたりしない。やだな。このままいいよね。ね、このままいい。見せたいやつあるかな。あ、これとあれ？なんでこの石なんだ。すごい綺麗だよね。うん、なんか白くていいね。うん、綺麗。なんかキラキラしてるの？ね、これも綺麗。うん、ちょっと大きいんだけど、これ？これもなんかさっき見た白い石みたいにちょっとこの辺とかさキラキラしてんの。これなんかね、すごい断層みたいなのかなってんのね。面白い。うん、面白いよねこれ。見て。最後にね、この黄緑とこのピンクのと、うん、ピンクのと。うん、
っとこの青いのとだ、青いのと見つけた、これ、うん、お茶の集めた綺麗な石ね、うん、さ あとこれも緑じゃない、うん、これも緑だ、ね、あとおーちゃんから穴石発見した、うん、そう、あ、わぁ穴開いてるやつ、あとね、私面白いやつ見つけた、これあ、なんかすごいすごいさ、階段みたいな感じになった、ね、まあ、じゃあちゃん、久しぶりに、はい、河原で宝探しましたけど、どうですか、楽しかった、あと、あのね、綺麗な石とか、いろんな石を見つけられて嬉しかった、ね、よかったね、水切りが楽しかったパパも水切りめっちゃ楽しい、久しぶりにやったからさ、まだ大丈夫だったね皆さんね、もし河原で遊ぶときは保護者の方と一緒に遊んでくださいね、はい、一人とかお友達だけでは行かないようにしてください、そうですね、はい、グッドボタン押してね、チャンネル登録もよろしくお願いします、ひまわりさんとあるじゃんけんぽい、皆さんパワーを出しました、勝った人は明日、綺麗な石が見つけられるかも、バイバーイ、最後まで見てくれてありがとう、チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。